2023のタイムアタックシーズンが終わりましたんでね、まあだいぶ本当大きな故障もなく無事に頑張ってくれたんで、オイル交換だったりちょっと、結構ねダメージがありそうなところ点検していくんで、ちょっとそちらをお見せしようかなと思います。まあ強いところ弱いところあるとは思いますので、ちょっと見ていただければと思います。まあ、ブレーキなんかもね気になりますね、どうなってるか。はい、これにこぼさないでできた試しがねえんだよな。こぼれんだよないつも。いけるかな。オイルはねちょうど 1000kg ぐらいだったかな。はい、鉄粉はもうほぼないっすね。見えてなかった。鉄粉はほぼない。僕はサーキット2回走ったらエンジンオイルを交換します。走行距離が 500km だろうが 1000km だろうが、もう2回走ったら必ず変えてます。それはもうね徹底してます。でね、パッキンもね新品使わない人がいるっていうの話をね聞いてね、マジでってびっくりしました。こんな感じでね必ずこぼします。ちょっとこぼれちゃうんですよねいつも。でオイルは M11H の50 15W50 です。はい、これをいつも使ってます。もうこれ4つ目ですね。ペールシニガ8 80リッター愛用してます。今日は3月です。20日。ちょうどフルの点ぐらいのところがいいです。あんま入れすぎるとブローバイで吹いちゃうんですけど、あんまねこのローに近いとEJ なんかは油膜切れがちょっと怖いんで、必ずフルの線ぴったり、もしくはちょい上ぐらい。あんま入れすぎはね良くないんですけど、僕は必ずそうしてます。でオイルもこんな感じで真っ黒です。はい、まあ、結構ね洗浄能力高いのか、あとはちょっと多少濃いめのセッティングに安全マージンでねはなってるとは思うんで、まあこんなもんでしょうと。はい、さて漏れずにいけるか。出てくるな。そうでもねえか。外した外した。やっぱリアデヒは結構綺麗だ。でも鉄板見えるけど硬さはね140から250にしたんですよ。そうしたらね一気になんか汚れなくなったんですけど、関係あんのかね。はい、一応鉄粉を見ていきましょう。ほぼほぼついてないっすね。こんな感じで少ないです。でリアデフオイルに関してはサーキットエンジンオイルが2回に1回に交換してるんですけど、リアデフはサーキット4回行ったら1回交換してるスパンで一応今シーズンはやってきたんですが、これ見る感じ、デフのね効きも落ちてる感覚もないし、チャタリングもねそんなに出てないんで、6回に1回とかまで伸ばしちゃってもいいのかなとか思っちゃったりで、昔はねリアデフテンプ、リアデフのオーバーヒートだったりそういうの出たりとかもしたんですけど、多分ね粘度が250で高いともしかしたら持ちがいいのかもしれない。ただリアデフの効きをねちょっと仕様変更するまではオイルでどうにかごまかして効きを落としたいなとは思ってるんで、ちょっとそこもまだ何とも言えないんですが仕様変更はねしたいとは思ってるんですけど、ちょっとねプッシュが強すぎてリアが強くて、そんな感じなんでね、オイルは問題なさそうですね。そんな感じでございます。オイルもこんな感じでね、鉄粉混ざってるとねちょっと銀っぽい黒っぽいザラザラってなるんですが、そんなにやっぱなってないんで、オイルの状態はいいかなと思います。で、入れるのはいつも電ドルポンプです。電ドルポンプでこれで入れていきます。いつもこれ250、409。よいしょ。うわ、逆噴射しちゃった。やべえ。結構無駄にしたね、今逆噴射して。よいしょ。で、気になるブレーキですね。ブレーキシールですね。去年一昨年から散々言ってる、ちょっとシールがねダメになってしまってっていう現象ですね。それもですね、結局あれなってしまうのって、単純にオーバーヒートみたいなんですよ。で、なんでなってしまうかっていうと、走行中になるわけではなくて、ピットとかパドックに戻ってきた時に停車して走行風が当たらない時の熱の蓄積が一番あり得るらしいんですね。で、これもS 体とか GT メーカーのメカニックの方にも聞いたんですが、やっぱりその止まった時らしいので、それを対策するには、戻ってきた時にファンでキャリパーを冷やしてあげると、まあレースとか見るとね、やっぱり止まってる時にね、フロントのねブレーキとかホイールあたりにねファン当ててるのあると思うんですけど、まさにその同じ、まさにもうレーシングカーと一緒のことをしなくちゃいけないような感じみたいですね。なので、対策として、クーリングをなるべく2周ぐらいしてからピットに戻るように今シーズンはしました。で、大幅な軽量化もあるのでちょっと見てみていきたいと思うんですが、現状そんなにねちり毛みたいの、この前のシールがボロボロ出てきてる感じはありません、正直。はい、こんな感じでちょっとね滲んできてはいるんですけど、まあこれも言っちゃえばこの辺滲んでればこうやってゴミ汚れを拾ってくれてはいるので、まあ良くはないけどいいんじゃないかなという感じです。はい。で、まあどっちにしろ僕毎年オーバーホールはするんで、今のところ引きずりとかもないですし、で、これが原因でなんか ABS じゃないかとかっていう話も以前してたんですけど、結局そうじゃなくて、おそらくね、リアの減衰のセッティングとかノーズダイブの、激しいノーズダイブによることによってリアがロックしてしまって、それで ABS が作動してる。で、ブレーキが効かないような現象が起きてたみたいですね、おそらく。はい。ようやく今シーズンでね、まあそこは分かったことなんですけど、で、結局ノーズダイブしすぎなのか、リアの減衰、伸びが足りないのか、もしくはリアのブレーキが強すぎるか、の3つのどれかにはなってます。で、一応、減衰をいじると、伸び減衰をいじると、この前の恵比寿東なんかでは多少やっぱちょっと頻発しやすくはなったんで、まあ伸びは影響します。ただそれブレーキング優先にするか旋回優先にするか減衰のセッティングでやっぱ変わってしまうんで、そこはね旋回を優先で減衰セッティングをしたいんで、そうすると ABS がなりやすい。だちょっとねそこの兼ね合いが結構難しくはなってます。はい。で、ブレーキフルードはね、いろいろ、ね、他社さんいろいろ使ってたんですが、やっぱ僕昔から IDI の BF338 が大好きで、フィーリングも変わらないし、エアも全然噛まないし、結局今シーズンはエア抜き1回もなしで走り切ってます。13箇所サーキット。はい、全く問題ないです。でパッドも2年ぐらいは、今年1シーズンと去年どのぐらい使ったか、半分か去年全部走り切ったかちょっと覚えてないけど、まだ残ってます、正直。はい。で、ローターはね結構クラックは入り始めてますが、そんなに減ってないね。まだそんなに段差もなくて、はい。富士走るとねやっぱクラック入っちゃうんですけど、全然問題ないです、これぐらい。多分ちょっと表面の問題なんで、オフシーズンでこんなの消えちゃうと思うんで、はい、そんな感じですね。はい。ということで、まあ、結局ね散々騒いでたやつはオーバーヒートです、キャリパーは。でまあ対策も見つけて、まあ、ブレーキはちょっと問題ないかなという、その ABS だけですね、車両側の。あと ABS センサーをしばらくお掃除してないんで、そういえばそれをちょっとやってあげた方が良かったかなとか今ふと思い出しました。はい、そんな感じです。はい。普通のあれかな、ノーマルの人たちはあんまり ABS の誤作動とかはないのかな。はい。ということでね、まあ今シーズンね、ほんとだいぶ頑張ってくれました。まあ、タイムもね、各地で、まあ、そこそこのタイムは出せたと思うんで、多分13箇所走って、多分10箇所ぐらいはね、VAB レコードなんじゃないですかね、僕のタイム。多分、自称にはなりますけど、まあ、公式は多分、公式で言ったら何個かちゃんと出てますけど、はい。そんな感じでね、また来シーズンに向けてシーズンオフが始まったので、まあ、メンテナンス、仕様変更、まあ、力を入れてね、来シーズンまた思いっきり走れるように整備していきたいと思います。あとまあチューニングもね、まだ少しやりたいところありますんで、はい、という感じでね、今回は以上になります。Whoa.